はい、おはようございます。それではただいまから知事の定例記者会見を始めさせていただきます。はい、本日から毎回この定例会見の動画配信を行います。知事からの話題提供、その後の質疑応答を含めて全て録画をして、翌日までに県のホームページからリンクを貼って見られるようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは最初に知事から話題提供をお願いいたします。はい、いいお疲れ様でございます。久しぶりの定例会見になります。今日から動画配信ということでございます。よろしくお願いいたします。今月の一句ということで、忍びつつ七色かかる秋の海、忍びつつ七色かかる秋の海。本日東京で、日本忍者協議会を立ち上げて、私もその一員として参加いたしました。応援団として、第11代目海老蔵さんの応援に駆けつけていただいたんですけれども、滋賀の高架、忍者ゆかりの地でありますので、そういう観光のコンテンツも、忍びて忍ばずという積極的に発信していこうということでございますし、同日、後ほどご紹介いたしますが、虹色エモーションということで、虹予報を全国で初めて、協力をいただきながら配信をしていく、発信をしていくことにいたしました。こういう形でも滋賀の魅力をお伝えできるように今努力をしていただきます。本日は3点話題提供をいたします。お手元の資料、まず1つ目、アールブリュットの PR 映像の制作についてというものでございます。近年ですね、日本でも注目されるようになってまいりました、アールブリュット。これは加工されていない木のままの芸術という意味のフランス語でありますが、全国各地で作品が製造、発見され、多くの展覧会も開かれるようになってまいりました。滋賀県にはですね、福祉の歴史から育まれてまいりました、滋賀ならではのアールブリュット、加工されていない木のままの芸術というものが多く存在をいたします。お手元にはその冊子もお配りをさせていただいています。県ではその魅力を県民の誇る文化として、県内外の多くの人に対して発信し、理解と関心を広げることを目的にといたしまして、この度 PR 映像をお手元のその冊子だけではなく映像コンテンツをですね、制作いたしました。こうした PR 映像を作成するのは都道府県としては全国初の取り組みでもございます。世界的に評価されている県内在住のアールブリュット陶芸作家でもある澤田真一さんをはじめですね、国語のリミッツさん、木村茜さんの作品でありますとか、その制作風景を紹介するとともにですね、滋賀県とアールブリュットの歴史や県内での取り組みを紹介する内容となっております。これ、ご覧いただくんでしょうか。はい、この映像はですね、現在開催中の滋賀県、近代美術館企画展、命の印、滋賀とアールブリュットのロビーでも放映をさせていただいております。この PR 映像をきっかけにですね、より多くの方々にアールブリュットの魅力や滋賀県内の取り組みを知ってもらえるように、アールブリュットガイドブックと合わせまして映像を活用した発信に取り組んでまいりたいと思います。それでは少しお願いします。作られた絵画や造形のことを言います。アールブリュットの多くは主に知的
障害のある方や精神障害のある方など福祉の現場から見出され、作品に込められた私の中にしかない私だけの世界の強さに多くの人たちが心を揺り動かされています。特に滋賀県内には多くのアールグルット作家が活躍しています。揺るぎない世界観、その人しか生み出せない独特の作風、一瞬の迷いもなく創作活動に没頭する姿を見ていると、あたかもそこに言語を超えるメッセージがあるかのよう。その出来上がった作品は私たちの考えや意識をもっと深いところや広い世界へ連れて行ってくれます。滋賀県ではアールグルットを県民も誇る文化として県内外に発信するためにさまざまな活動を行っています。2019年を目指して新たな美術館に生まれ変わる県立近代美術館ではアールグルット作品の常設を予定。ボーダレス&ミュージアムノマでは年間を通じてアールグルット関連の展覧会を開催。その他にもある様々な施設や展示場でぜひ作品に触れてみてください。こうして育まれてきた滋賀ならではのアールグルットを滋賀が誇る文化の一つとして守り育て発信していくために、滋賀県はこれからも取り組みを続けていきます。というものでございまして、またご覧いただければと思います。現在来日中のジャン・マルク・ミケロ元フランス首相のですね、滋賀県とアールグルットの取り組みについて非常にご関心を持たれているところでございまして、ぜひ滋賀県の一つの魅力として世界に発信をしていただきたいと思います。2つ目の話題でございます。私自身がマレーシアとタイを訪問し、観光と食のトップセールスを行います。来週の10月29日木曜日から11月3日にかけまして、マレーシアとタイへの訪問を予定いたしております。訪問する両国はですね、昨年の宿泊旅行者数、これは観光庁の宿泊統計調査でありますけれども、タイ前年比でマレーシアが 343%、タイが 226% と大幅に伸びておりまして、今年に入りましても上半期の推計で両国とも昨年をさらに上回る 170% 前後で急増しております。で、両国とも日本食への関心が高まっているという状況でございます。私自身はですね、両国の訪日旅行取扱大手でやります、旅行会社や主要なバイヤーを訪問いたしまして、観光や県産食材等のセールスを行ってまいります。合わせて、関係事業者の皆さんによる商談会を開催をいたしまして、具体的な旅行商品の造成や輸出、インバウンド等の販路拡大の促進につなげてまいりたいと考えております。また交流会も開催いたしまして、県産食材を用いました料理を提供して実際に食べていただくことで、本県の食の魅力というものも、PR してまいります。今回の訪問にあたりましては、関西広域連合が任命しております関西観光大使でありますとか、7月に関西広域連合と包括連携協定を締結いたしましたイオングループ ASEAN 本社にも訪問いたしまして、連合の取り組みとも連携して関係強化にも努めてまいりたいというふうに思います。続いて3点目でございますが、先ほども紹介いたしました虹色エモーションの展開についてでございます。現在、主に女性に向けて、女性だけではないんですけれども、観光情報の発信を虹色エモーションというものをテーマにですね、
琵琶湖ビジターズビューローを中心に展開をしております。その狙いといたしましては、本県の多彩な魅力を虹になぞらえて発信することで、観光地としての滋賀の認知度を向上させよう。また、旅の決定権を持つと言われています女性をターゲットに情報を発信することで、より多くの方に本県へお越しいただこうと、こういうことでございます。先日9日に東京の記者発表会でキックオフをいたしまして、10月を中心にキャンペーンを展開しております。まずテレビ CM でございます。すでにご覧になっていらっしゃる方もあると思うんですが、ちょっとだけ、15秒だけ紹介をいたします。この音楽は、なかなか、私は知らないんですけど、世代が知らないんですけど、この後も、物憂げな女優の市川美香子さんのご表情がですね、印象に残るということで、内外からご好評もいただいているということです。都会から幸せに出会うために琵琶湖へ来た女性を演じていただいておりまして、多くの方に心も体も癒しに滋賀県に来ていただけたらいいなという、こういうイメージを出させていただいています。この CM は10月下旬まで首都圏関西圏において、これ視聴率の数字なんですけれども、延べ視聴率各 800% 以上という過去にない規模で放映をいたしておりまして、皆様方も朝に夕にご覧になった方も多いと思います。また交通広告というものも活用しておりまして、東京名古屋新大阪駅等で電子掲示板を使って情報発信をしております。またインターネットによる情報発信ということで、特に一般向けといたしましては、全国初の二次予報というものをお知らせしておりますとか、 PR 動画による情報発信も行っております。この PR 動画は本県の多彩な魅力を虹の七色にちなみまして、例えばこちらにありますように、歴史の歴ですね、あと食、遊ぶ、遊ぶ、癒す、見る、観光、そして買う、美しい、美、7つのカテゴリーで紹介をしております。例えば今ご覧いただいております歴、歴史の歴ではですね、比叡山延暦寺、また彦根城、石山寺といった本県を代表する歴史にまつわる観光地を紹介させていただいております。今後はですね、このようなインターネットによる情報発信を継続しながらですね、雑誌、旅番組など、パブリシティを活用した情報発信より波及的に展開をしていきたいと思います。こういう取り組みを通じまして、観光情報ウェブへの誘導を図りながら、観光地としての滋賀を認識していただいて、より多彩な魅力に、これからも、こういう非常に美しいですので、そういうものを発信していきたいと思います。私の方から以上。はい、ありがとうございます。それではただいまから質問を受けさせていただきます。時間の方は遅くとも11時10分までということでよろしくお願いいたします。では最初に幹事社の方からよろしくお願いします。幹事社で中日新聞の井上と申します。まずはマレーシアなんですけど、はい、マレーシアとタイなんですけど、世界的な観光地でもあると思うんですけど、タイなんていうのは、そういう中で、滋賀の食材を、中心に売り込むっていうのは、結構ハードルも高いかなと思うんですけど、どのあたりをこう中心に売り込んでいきたいっていう思いがあるんですか。もちろん、タイもマレーシアも世界的な観光地ですと同時に、ASEAN の中核である成長国、新興国であります。海外の旅行に対する関心も非常に高いということでありますので、日本の、またその中の滋賀の魅力というものを、この期間中、滞在中、発信をしていきたいというふうに思います。で、その中で、特に今回はですね、例えば、観光関係では、8社の方にご同行いただきます。これは宿泊施設ですとか観光事業者、琵琶湖汽船さんなど、また体験観光を展開されている事業ですね。
こういう滋賀ならでの体験観光というものを PR した。で、食関係では21社の方に一緒に同行参加していただきますので、近江牛、近江、近江米、近江のお茶、近江の野菜、地酒、お酢、こういったものをですね、まあ、和菓子もそうですけれども、発信していきたいと思います。まあ、こういう体験、食といったならではのものを PR してみて、それぞれ現地の皆様がご反応をですね、確かめながら今後の商品開発、ルート開発につなげていきたいと思います。あとですね、まあ、他の話題なんですけど、先日まあ、湖南の市長さんたちが、はい、知事の方を訪問されて、琵琶湖大橋について、まあ、県が今のところ提案している150円ではなく、うん、まあ、100円が適当ではないかというお考えも経済部会長の山中市長が示しまして、その辺のこう意見交換なんかももうちょっとやりたいというようなお話もあったんですけど、こうそのあたり、まあ、11月議会に料金の提案なんかもするというような方向性もある程度ある中で、議論を重ねていくような、すり合わせみたいな、そういうのは今後やっていくご意向はあるのかということと、あとは料金についてのその山中市の意見を踏まえたご見解というのは、そのあたりどういうふうにお考えかというのを教えていただけますか。半世紀以上にわたり、私たち県民にとって大切な走り屋橋ですね。その料金問題をどうするのか、また周辺の道路整備をどうするのかという大変重要な課題であります。多くの県民の皆様方が強い関心をお持ちで、また我が県の場合、その前に近江橋の問題があったり、道路を整備に関する需要は非常に多いんですけれども、厳しい財政状況がある中でこういった課題をどう乗り越えていくのかという、こういう課題の面もございます。まあ、その中で昨年来研究会を作り、また県議会でも議論をいただいて、一定の案をですね、料金徴収期間を有料事業として延長させていただいて、そして、橋の耐震の耐震化がありますとか、また、周辺の道路整備をさせていただくこと、さらには料金も一定引き下げをさせていただき、BTC を導入させていただくこと、こういうことをお示ししながら、今、議論を、まあ、していただいているということです。で、先般、湖南四市の市長さんは、はじめですね、関係者の皆様方にご来庁いただいて、まあ、関連する、付随する、さらなるご意見もいただいたところでありますので、今、最終どういう形で、手続きに載せる提案をさせていただけばいいのかということを検討させていただいています。11月には首長会議が予定されておりますし、それまでにまだ日にちもございますので、そういった期間、また機会を利用して、最終調整。もう一点なんですけど、先日与党 のプロジェクトチーム、北陸新幹線の問題なんですけど、はい、先日与党の検討会が、はい、北陸3県から意見聴取をしたということで、はい、その中ではかなり前原ルートと少し石川県ですとか、まあ、小浜ルートの福井とか、そういう、まあ、北陸の中でも足並みが揃ってないというようなことを、なんかどういうふうにご覧になったかということと、あとまあその中で前原ルートは乗り換えが必要になる点ですとか、そういった課題を挙げる声なんかもあったんですけど、その上で知事として北陸新幹線に対するご見解というのはどういうふうに持っていらっしゃるかというのをお伺いできますでしょうか。この北陸新幹線のルートをどう伸ばしていくのかという課題も極めて我が国にとってもとりわけ滋賀県にとっても大きな課題だと位置づけて、主体的かつ戦略的にこういう議論に参加していこうというふうに考えております。で、先般10月7日ですか、与党のルート検討委員会において北陸3県の知事がですね、出席をされて意見を表明
さえ質疑を行われたということは私も承知いたしております。まあそれぞれのご意見があるんだと思います。したがって、まあ、今の段階はそれぞれの地域のまたそれぞれの主体のご意見をしっかりと出して、与党において政府においてご検討いただくということでありますし、できるだけ早くさまざまな情報、また意向、こういうものが示されることを私たちは強く望んでおります。まあその意味において私どもは時間的なこと、費用的なこと、波及効果、勘案し、前払われることが最もふさわしいのではないかという関西広域連合の決定と同じでありまして、このことを関西広域連合の皆さんと一緒に主張をしてまいりたいと思います。まあ、新幹線の整備ルートを決めていくということは非常に、まあ、難しいことでありまして、例えば、国の整備計画は小浜市付近の通るということを明記しているわけですので、そういうものを覆していくと、さらには多額の費用がかかりますので、そういったものを私たちは関西広域連合とともにですね、受益というものに着目をし、受益に応じた費用を分担していこうということ、さらには並行する在来線の経営につきましても、経営主体である JR から分離せずにですね、引き続き JR をして担っていただくべきではないかと、こういった主張も合わせてさせていただいています。で、このことは、これまでルートを伸ばしてきたエリアとは、ある意味では異なる、形態の整備方向でございますので、こういったことにご理解を得ていくということが必要ではないかと考えておりますので、今後、まあ、内閣改造を受けてどうこの検討委員会が作られるのか、作り直されるのか、動かされるのかということはまだ定かではありませんが、こういう状況を見ながらですね、対応してまいりたいと思います。まあ、いずれにしてもこの全国新幹線鉄道整備法、まあ、全般法1条にあります通り、国民経済の発展、国民生活領域の拡大、地域の振興に資することを目的に整備すると書いてあるわけですから、これに沿って、どう議論されるかということになります。はい、ありがとうございます。それでは皆様方からのご質問を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。琵琶湖橋の金額の改定の件で、特に機械の会では大きな異論は出てなかったかと思うんですけれども、まあ、首長さんたちがああいうご意見出されていて、その金額のみんな、その出されている案からの変更も含めて、意見を交換されるっていうことでしょうか。まあ、私どもは今、前回にもお示しした案というのが、いいのではないかということでお示しをし、議会でもご議論をいただいた、まあ、引き続きなのかもしれませんけどいただいているところで、ございます。まあ、先般、市長の皆様方の金額面も含めて、ご要望なり問題提起があったと承知しておりますので、そういうご意見を踏まえてですね、どう私の案を作っていくのかとということを、まあ、最終検討させていただきたいと思います。まあ、いずれにしても、まあ、国もそうですけれども、地域の皆様方にご理解をいただいた改革案というものが必要だと思っていますので、丁寧にやりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、他の方いかがですか。あ、どうぞ。すみません、産経新聞なんですけれども、はい、ちょっと全く違う話題で恐縮なんですけれども、大宮市について、今年度中に、
新たな販売戦略をまとめるというふうに伺いましたが、現時点でどのようなものをやってみたいとか、何かそのぼんやりとでも具体的なアイディアとかありますか。あとそれ と,、たくさんのブランド牛が今回答してきているんですけども、こういう現状をどのように受け止めていらっしゃいますか。近江牛はですね、古くから親しまれ、また大事に育てていただいた私たち県民が誇る食のブランドだと思います。でただ多くの課題があります。それが今もおっしゃったように産地間の競争ですね、神戸牛その他ですね、松田もそうですけども、近江牛に並ぶ、時には凌駕する、そういうブランドとの競争がございます。また為替の動向もございますが、グローバル化された市場の中での資材価格の高騰ですね、合わせまして子牛、滋賀県では主に子牛を買ってきてキープするということを主にやってきましたけれども、その子牛の価格が高騰しているという、こういうことが大きな課題としてあるのではないかと思います。そういう中でまず一つはその近江牛のブランドをしっかりと保ちかつ高めていく、そのためには品質もそうですし、やはり価格、こういったところでしっかりと作っていくということが必要だと思いますし、そういう競争に負けない経営体力を生産者の皆様方に作っていただくということにおいては、他の地域から子牛を購入してくる、そして肥育に特化して牛を育てるという、こういうやり方だけではなくて、子牛も一緒に育てていくということが望ましいのではないか、繁殖も含めて取り組んでいくことが望ましいのではないかというご意見もいただいているところでありますので、そういう可能性についても前向きに検討していきたい。合わせてその育てていただいた牛をどう命をいただいて、また土地をして流通させていくのかというところにもですね、まだまだ改善の余地があるのではないか、こういう大きく3つの観点で、販売戦略、振興戦略を練っていきたい。すみません、ちょっと販売という面で見て、例えばその海外にそのトップセールスされるとか、何かそういう具体的にこうしようとかいうお考えは今の時点ではありますか。はい、今国内のみならず世界的に和牛ブームですと同時に、和牛の中ではやはり非常に品質のいい近江牛は、私は他の地域の牛に劣らない、いやより優れた私は牛肉だと思いますので、積極的に海外に利用していきたいと思います。当然宗教上のさまざまな制約がございますが、まずは許される地域でしっかりと PR していくと同時にですね、今回のこの TPP の大筋合意を受けまして、いろんなプラス面とマイナス面、それぞれの影響がございますが、そのプラス面の影響の一つに、この近江牛の海外戦略というものをしっかりと位置づけて、取り組んでまいりたいと思います。すみません、ご属で、そのちょっとプラス面、TPP の、今回の近江牛にとってはプラス面と捉えるということなんですけど、ちょっとそのあたりをもうちょっと詳しくお願いできますか。これは輸入で入ってくる資材の関税、こういったものが引き下げられることによるコストを削減するという、こういうプラス面があるでしょうし、他国に輸出をするというときに価格競争力を持つという、こういうプラス面もあるでしょう。一方で海外から政府ガードは一定量以上であれば機能されると聞いておりますけれども、他国の牛肉とのより厳しい競争ということにさらされる、こういうリスクというものもございます。ですからリスク面をより小さくして、そういうプラス面を伸ばすことによって
滋賀の大宮市の力を高めていきたい、でそのことに私たちも行政としてできる支援を積極的に行います。はい、ありがとうございます。他の方は、はい、どうぞ。中央新聞の石川ですが、今の問題とも絡みますけれども、TPP の大数が多いということで、滋賀県の場合は、大宮企業というか、大宮市、並びに込めですね、そういう影響が出てくるんだと思うんですが、まずこの込めについての、知事のお考えを一つ伺いたいのとですね、それで2点目は、兼業農家なんかが廃業するにあたってですね、農地の集約化ということで、国の方が交付金を出してですね、やる制度が昨年度から始まってるんですが、当然それの基金は県がですね、農地中間管理推進基金という形で、基金を設けられて、そういう工作して配慮するなりして、新しい担い手に立つという人に対して貢献を配分しているんですが、昨年はちょうど1863ヘクタールの 9.8 億円ですか、上っているんですが、今年はですね、さらに例えば自分で自ら工作していたとか、どっかやったとかですね、あるいは地域でいくと、営農集落なんかで、集落営農してるところで要求とか、細かく言えば、いろいろ上ってるんですが、実際にはですね、基金が今、県の方には約3億社ないと、10億ぐらい作りますから、そうすると手を挙げたはいい、けどもですね、約半分以上ですね、もっと高いでしょうけど、交付金を選べないというようなことが、ミスマッチングが起こってるんですが、まずこの国からですね、今年その基金として交付金を要求しなかったという、県のミスなのか、あるいは国の方の問題なのか、一点、どういうふうに考えていったらいいのかですね、それからこれに対して、国の方に基金は当然不足しますから、これの補充するための交付金の要請なり、あるいは県が単独で代理対応する、それのお考えたい。まず TPP にかかります影響等につきましては、今日ですか、まさに政府がどういうことで合意内容であったのかということをお示しいただけるということですので、そういうものもつぶさに見ながらですね、今説明会等々も行われておりますが、そういうことも分析しながら、県においても本県産業や生活にどのような影響があるのかということをより注意深く調査分析しようということを私自身の指示をいたしたところでありますし、関係する経済団体にもその協力を求めております。今ご質問の中にありました米の問題で申し上げれば、現時点分かっているだけでも米国そして豪州からの輸入枠が、特別輸入枠として、設けられるということで言えば、ただでさえ需給のバランスが需要よりも供給が大きく上回っているという状況にさらに供給されるわけですから、価格低下圧力がより強くなるということで言うと、私は負のインパクトが、負の影響があり得ると想定して対策を取っていくことが必要である。国においても特別の対策を今検討されているということでありますので、そういった対策の中にしっかりと本県の事情というものが組み入れられるように努力したというふうになっております。また農地集約の課題は、これは国を挙げて高齢化してくる農業従事者、そして増えてくる耕作放棄地、こういうものをどうしていくのかとこういうことの中で、今中間管理機構に設けて農地集約を図っている。でそのことに交付金も措置し、それぞれの地域では基金も設けながら対応しているという状況です。昨年度
本県で集約された農地に比して国からいただく交付金というのが大きく差があったという状況がございましたが、今年度はそのことを踏まえてどう対応していくのかということを農林水産省においても検討していただいている面に伺っておりますので、その状況をつぶさに把握しながらですね、連携を取って機敏な対応を、特に集落営農が古くから早くから取り組むことができた本県においては、集約が比較的他の地域よりも容易に早く進められることもございました。したがって国の想定を超えた集約が図りやすい土壌だった、そのことが他の地域とのバランスにおいてどうなったということで、随分国においての調整に苦慮されると聞いておりますが、本県の事情をこの点についてもしっかりと国に伝えていますが、機敏な対応、はい、そうしますと、その国に対して、今、半分手を挙げたときには、半分以上がですね、補助がもらえ、配分はもらえないということです。これに対しては当然、基金不足ですから、その分を国に要請するということですね。で、もし万が一それがうまく国とのミスマッチにした場合は、県が独自でその対応を取るというお考えはあります。そこは状況を見たいと思います。どれぐらいの帰りで収まるのか、またそれぞれ集約にご協力いただく農地というものがどこにどういう状態で、点在するのか、やっぱりそういうことにもよると思いますので、優先順位等もつけながら対応を検討してもらいます。はい、ありがとうございます。ちょっとお時間の方かけられてます。今お手上がったすみません、ちょっと簡単によろしくお願いします。そしたら、すみません、先ほど京都新聞の西川でございます。ちょっと地方自治のお話を伺いたいなと思うんですが、はい、13日にですね、沖縄県の小田川知事が例の、六天満飛行場への移設からなので辺野古への埋め立て承認を取り消したということがありました。それでちょっと、もし是非論も含めてですが、もし思われることがあればというのが1点と、それと合わせまして、総営を受けまして、即国は、防衛省は、国交省に対して、不審査をするというような、形で、多分この後、おそらくその法廷闘争に国と地方が、ガチンコ対決をするというような形になろうかと思うんですけれども、一定その小田川知事の判断というのは、県民の選挙を経て、その県民の命と暮らしを守るという観点からのご判断ということであれば、一定それは知事の役割としてうなずけるところはあるんですが、そのあたり同じように知事としても、その国とこう対決するでしょう、国と非常にこう、ね、意見が変わるときに、ね、どうすべしか、でまたそういうときに国がそうやって一方的にやると、地方自治、地方の意味がないんじゃないかというようなことも思うんですが、ちょっとそのあたりに思われることがあったら教えてください。はい、私はその経緯経過も含めて詳細に全てを把握しているわけではございませんが、今おっしゃったような、国と地方公共団体が沖縄県とが、法廷司法の場も含めて争うことになる事態に至ったということは残念なことだというふうに思っています。長い歴史の中で沖縄県民の方々に与えてきた苦痛というもの、そして、国が他国との関係において、備えるべき安全保障の体制と、そして基地の整備というものとの間がですね、そこの協議調整が合意形成ができてない結果だと思います。私も国政にいた期間がございまして、ある意味では沖縄の皆様方にご負担もおかけした、ご心配もおかけした、その中にいた一人としても非常に心苦しい思いを持っています。非常に難しい課題ではあると思いますが、より丁寧な合意形成が図られることを願っています。こういう事態になるから
こういう事態を避けて、地方公共団体の意見を言わないということではなくて、やはりそれぞれの地域、地方、自治体には、それぞれ地方、地域、自治体のやはり思いと事情というものがあるものです、あると思いますので、そういうことをきちんと、毅然と伝えていくという、このことには、私は沖縄県知事、沖縄県民の皆様の姿勢というものも、私は敬意で発表したいというふうに思います。はい、G2C の前田です。先ほど地方創生に向けた総合戦略が、策定されたということですけれども、知事から見てですね、この総合戦略、滋賀県ならではのところですとか、他県にはこういうところないだろうというところ、いろいろプロジェクトの中で KPI も定めてますけれども、そういったところについて知事のお考えを聞かせてください。今回約1年かけて、作ってまいりました。国から参加の金労源と言われましたが、国から言われるまでもなく、この議論の過程をですね、作る過程を大事にしようということで、素案、原案、骨子案ということで、その段階段階の案をお示ししながら、政策コメントでありますとか議論を展開してまいりました。その推進会議でも申し上げましたが、若い皆様方にもですね、問題提起をしながらご意見を伺い、この総合戦略をまとめたところです。滋賀ならではの特徴といたしましては、まず何といっても琵琶湖がございます。琵琶湖というものを預からせていただいている我が県にとって、法律でも国民的資産と位置づけられましたし、その水辺景観も含めて日本遺産に認定されたという状況ですので、しっかりとこの琵琶湖の保全というふうにと同時に、滋賀県はまだ全国の都道府県に比べて、ずっと人口が増加していた。ようやく今年になって、最近になって減少してきたという相対のこの状況と、一方で県内の中でこれから先も増え続ける地域と、いやいやもう早くから減少している地域とのその偏在がですね、あるということが一つの課題だと思いますので、そういったことに寄り添うべくですね、19のプロジェクトを作りましたが、そのうち9つのプロジェクトを重点化いたしまして、そのうち1つが琵琶湖に関するプロジェクト、そして残り8つは、主に人口減少地域において重点的かつ優先的に行っていくということも明記いたしましたので、こういったところでメリハリつけて、基本構想のエンジンとしてこれを進めていきたいと思います。ありがとうございます。この後知事の公務の予定があります。最後ちょっと簡単に、毎日新聞の江藤です。お世話になります。先ほど来年度予算に関する編成方針の部長級会議で、ご示名されましたけれども、その中でちょっと何点かお質問させていただきたいんですけれども、まず第一点なんですが、スクラップ&ビルドに取りのスクラップに取り組むようにということを、部長級の方々に指示されておられました。なかなかここに立ってもこれ明らかに無駄な事業というのはなくなってきているのではないかなと思うんですが、その中において知事がそのスクラップすべき企業のこれというものがあれば教えていただきたいのと、そのスクラップすべき、あと検討するべき事業をどのように洗い出していくのか、その方策について何かお考えがあればお示しください。それともう一つ、基本方針の中で新しい豊かさの創造追求具現化に向けてというような話がありました。ごめんなさい、不勉強で申し訳ないんですが、この新しい豊かさとはどのような概念なのか教えてください。ありがとうございます。大事な質問をいただきました。このスクラップ&ビルド、特にスクラップを何スクラップする、どうしてスクラップするというご質問だったと思うんですが、ここで何ということを私が申し上げるのは控えたいと思います。ただこの1年私も知事として仕事をさせていただき、多くの県民の皆様方からのご提案ご要望等を受けたまわり、
そのご負託ご期待に応えようとすべくいろんな事業を組み立てるんですが、問題認識としてビルド&ビルドになっているんじゃないかと。この原油の以前に比べて小さくなった体制で、そして厳しい予算の中で、果たしてこれだけのビルドができるのかという問題認識を持つに至り、ビルドをするためのスクラップをより積極的にやろうじゃないかと。でそのことによって例えば部局間連携であるとか、あの部局内においてもそれぞれの課内課間連携であるとか、そういうものをより促す、そういう一つのメッセージとしてもこのスクラップ&ビルドのスクラップの徹底をということをあえて申し上げました。まあ、私が申し上げるまでもなく、予算の編成過程で政策課題を協議する過程でそれぞれの部局内において意識はしていただいているんですが、まあ、私が全てに前向きに、いつも前向きにっていう知事でありますので、よりちょっとそのスクラップの部分をですね、皆様方に強いメッセージとして徹底をしたというところでございます。どうしてという部分は今職員の皆さんのいろんな提案もこれまで以上に広く積極的に受け付けました。非常に多くのご提案をいただきました。その中にもスクラップに資するご提案もありますので、そういったこともしっかりと勘案をして行ってまいりたいということになります。なお2つ目の新しい豊かさという理念はですね、今回今年度からスタートしています基本構想の基本構想の中の基本理念として位置づけているものでございまして、今だけの豊かさではなく、物だけの豊かさではなく、お金だけの豊かさではなく、自分だけの豊かさではない新しい豊かさを。でその新しい豊かさって何だと言われると、すべての人が心で実感できる、将来も持続的に実感することのできる豊かさというものを滋賀からみんなで作っていきましょう。でこのことは何も新しいことをするのではなく、古来三方よしの精神、近江商人が大事にしてきた、また中江東二先生の教え、貧しい子どもたちのために活動した伊藤田先生のお取り組み、比叡山延暦寺が発信されている蒙古利他の思想を含めですね、古来近江に住む人、近江から出た人たちが大事にしてきた、こういう教えでもあるんじゃないかと、まあ、こういうことを、まあ、改めて蒙古自身ではありませんけれども振り返り、また施策の中心に据えながら、いろんな事業を作っていこうと、こういうことでございます。で今後この新しい豊かさの具現化ということが課題になると思ってまして、環境面、教育面、暮らし産業の面、健康という施策、さらには交流観光といった切り口で、この新しい豊かさって何だろうということを皆さんと一緒に考えて事業や建設を使っていきたい。少し悩んでみました。はい、ありがとうございます。それではこれで本日の地域定例記者会見を終了いたします。どうもありがとうございました。